ピカチュリンは、視覚の神経伝達に関与する、細胞外マトリックスタンパク質、もしくは、これをコードする遺伝子のことである。2008年、大阪バイオサイエンス研究所の古川隆久らの研究チームにより報告された。生物の動体視力に関与していると考えられており、ゲーム、ポケットモンスターに登場するキャラクターである、ピカチュウにちなんで命名された。 リガンドの一種であり、ジストログリカンと呼ばれる、糖タンパク質に対して結合する。哺乳類の網膜には光需要体が配列しており、ここで需要された光刺激は、電気信号に変換されて、リボンシナプスの双極細胞及び、水平細胞に伝達される。ピカチュリンは、細胞外マトリックスとしてこのリボンシナプス感激に、極在する。古河原はマウスを、 研究材料として、視神経の伝達に関与する、タンパク質を探索し、ピカチュリンを特定した。ピカチュリンは、リボンシナプスのジストログリカン及び、ジストルフィンと強局在している。両者と何らかの関係を持つと考えられており、ジストログリカンとの相互作用は、実験的に確認されている。ピカチュリンを結出したマウスの変異体では、 双極細胞の樹状突起の発達不良、信号伝達の遅延、動く物体への眼球の追従の遅れなど、様々な視覚異常が認められた。これらの結果から、ピカチュリンは光受容体と双極細胞の樹状突起との相互作用において、不可欠な役割を担っていると考えられている。ピカチュリンは人や犬にも存在するとされ、これらの動物において、 状態視力の良し悪しを決定する一因であると予想されている。またピカチュリンの発見は、ジストロフィンの異常が関係するスジジストロフィー患者における網膜異常の解明にも貢献することが期待されている。ありがとうございます。